第7試合は全女体シュートボクシング格闘技対抗戦、赤コーナーは全日本女子の伊藤薫選手です。さあ、いよいよ決戦の時ですが、今までのね、はい、練習を見せる時が来ましたね。そうですね、まあ、誰が相手でも倒すだけです、ね。はい、どうですか、この対抗戦自体はね、これまでも経験してますが、今回は格闘技戦ということですかね。そうですね、この大きい、ね、東京ドームで、伊藤薫の強さをアピールしたいと思います。自信はあります。そうですか、期待してます。はい、青コーナーはシュートボクシング大阪ジムの石本文子選手です。さあ、今日はこのドームでの試合になりますが、どんな気持ちですか今。やるぞっていう気持ちだけです。そうですか、はい、はい、今日はどんな試合になりますか。向こうは多分ひっついてくると思うんですけども、こっちはあまりひっつかないように打撃で勝ちたいと思います。つまり自信は、はい、あります。そうですか、はい、期待しております。頑張ってください。第7試合全女 VS シュートボクシング格闘対抗戦、3分5ラウンドを行います。青コーナーシュートボクシング大阪ジム125パンス石本文子、
全日本女子プロレス150パウンス伊藤カオルレフェリー村上圭ジャッジジミー加山同じくジャッジ畑義彦さあ今日2つ目の異種格闘技戦であります前女対シュートボクシングの3分5ラウンド全日本女子プロレス伊藤薫対シュートボクシング大阪ジム所属石本文子の対決ということになりました共にグローブをつけて、まあ、これはシュートボクシングのルールとに準ずるということでよろしいんですよねいやーこれ前女対シュートボクシングのこれ回戦はい、というかこう第一戦初めてですね、はい、そうですねこれからもうどんどんやっていきたいですね戦闘開始というやつでね、はい、これ一戦がちょっと先行きを大きく占いますよね、はい、一戦はねあの石本のセコンドには シュートボクシングチャンピオン の、 あの、はい、藤山照美もついてますよ、はい、あそうですか大阪ハイジムですからね前場はやっぱり山崎先生ですよ今日はたあの格闘ピーターパンですからねいやでも伊藤もこれはなんか体がかなりこうパンプアップされてるというかおっとわーっと右ストレート左ジャブからの右ストレートがカウンターで入ったやはりちょっと最初から目離せないですね、やはりパンチでは完全にこのシュートボクサー石本の分があるかあっとボディからワンツー伊藤はね伊藤も果敢に攻めていくがやはりちょっと目が違うか、ね、はいやはりねまあルールを見ればですねちょっとこの伊藤不利かという感じがしますけれども、ね、考えてみたいなんですよなるほどねしかしまあグローブをつけてるだけにこの腕のフックができませんのでそのあたりがどうなのかやっぱり歴戦の優ですね石本ははい、はい、落ち着いてますよねあっと左フック強烈さあ抱え込んで膝蹴りだ脇腹に膝蹴りを与えていく、うん、この辺が危ないうまいですねこのあたりはシュートボクシングおっとお払い腰、伊藤はね、まあ、この手の投げをね、はい、どんどんやってって相手のダメージ、伊藤は柔道ですからね、はい、やはり顔面のあっとちょっとダメージが残るか伊藤前蹴りで間合いを取るかパンチを打っていく伊藤、まあ、およそ格闘技センターは思えないようなこの派手なコスチュームで臨んだ伊藤ですけれどもあ今石本がどうしたというねこんな感じで今伊藤を睨み返しましたロープに詰まったがあっと膝蹴りを膝を与えていく膝を与えていく顔面に膝だこの辺りちょっとちゃんとガードしないと危ないですね首相撲もうまいですね、うん、これの膝をどう処理するかね伊藤君はね、はい、いつの間にか入ってて左ジャブ後半じわっと効いてくるのが伊藤もワンツーあ右アッパーかすったローを入れていく打ち合いだ打ち合いちょっと目を離しちゃいけないぞ伊藤あの伊藤はバットとよく格闘戦やったことあるんですけど、はい、どうしても目を、ねはい、下にやっちゃう癖があるんですよねボディちょっと今フェイントでねあっと右ストレート伊藤のいい左フックも入ったが右フックワンツー右左と打ち分けていくこの石本でありますおっと払い腰に行こうとしたところ逆に返していった石本この辺り余裕かおっと危ないいやいやいやバックハンドボールは早かったですね早かったですね、はい、今まさかああいう風に来るとは思わなかったですよね、はい、伊藤からそうですねちょっと伊藤としては思わぬ相手という感じがしたいや自信たっぷりだね防戦一方石本を攻めていく攻めていく石本強いあしかしうまい首を巻き込んで払い腰ですが今意地になって投げようとしたんですよ、はい、ちょっと無理がありましたね今ねあまあお互いグローブをつけているんでなんとか伊藤としてはこの自分のフィールドにね持っていきたい、まあ、そういった部分もあるんでしょうけれどもあちょっと疲労困憊かそうね試合始まる前というかもうこの数日とかね割とひょうひょうとしたいつもの伊藤からのまんまという感じだったんだけど、はい、こう始まってもう一覧と早々表情ちょっと険しいですよね、うんはい、やっぱりちょっと相手が舐めてたっていうね前場としましては、はい、これに勝たないことには先がないですからシュートボクシングこの対抗戦に関して、まあ、伊藤から選手ももうずいぶん久しぶりですよ格闘技戦そうですね、はいもう新人と呼ばれた時代に、はい、あのバッターと、ね、初代の格闘技選手権を争ったことあるんですよ、はい、それ以来じゃないですか、ね、しかもほとんど3年半分ぐらいじゃないですかね、はい、だから前者のこう先兵役っていうのはいつも伊藤薫でね
プロレスの、まあ、対抗戦なんかでもそうなんだけど、ね、JWP とかでやるときもまず伊藤が壁になるという、はい、ハードルになるというね、はい、若手師範代みたいなもんですね。そうですね、まあ、将来コーチになったら有望だというコーチ候補というか生真面目でこうね一途なところがね伊藤薫選手のいいところなんですけど、はい、まあしかし石本の場合はまあシュートボクシングクイーンの異名を取ります。まあシュートのルールですからねこれね、はい、自分の土俵で戦ってると考えていいわけですからね、はいはい、あっと左右乱れ落ちた。非常にバランスがいいパンチを繰り出していく石本。おバックを取った、バックを取ったぞ。あっと首を固めて、うん、ここが崩れた。今日は投げ狙ってましたね今ね。いやバックドロップとかやってもいいんですよ、シュートボクシングね。ちょっと左ボディ画面が向上してきてね、伊藤薫選手ね、はい、前蹴りで前を取るが伊藤ちょっと下がるシーンが目立ってきた。石本やはり余裕があります。石本余裕がある。さあ自分の早く自分の前を取りたい伊藤ですけれども、ロー、あっとブローから右フックのコンビネーション、ボディブロー右左、うまいぞ石本。やっぱり投げもやっぱなんかこういう、ね、状況ですと決まらないですよね、はい、あちょっとねパンチがだんだん効いてきたか。接近戦になったらねなんとかこうクリンチで逃げてほしいんですけれども、なかなかそうもいかない。おっとまともにいってしまった。さあボディブロー、石本選手は普通に戦っているような感じだと思うんですよね、はい、ちょっと伊藤薫選手はやはりさすがに勝手が違う、そういう部分をもうね、はい、肉体的にはちょっと伊藤選手が混ざってますけれども、そんなに変わらないからね、石本なんか異常に冷静ですよね。冷静ですね、普通にやってますよね。あ 膝これは防御しなきゃいけない。なんとか伊藤どっかに活路を見出したいんですけれども、ちょっとねこのルールあるいはこのグローブで、まあ、ルールはもう承知の上でやってますからね、はい、どのあたりに活路を見出すか。あっとバックハンドブローに今日2発目、これはうまく担めた感じになりましたけれども、鼻っ柱、おっとカウンターで、カウンターで左が入った。お伊藤の右右左、伊藤が、うん、伊藤がパンチパンチ、うん、右左、あもうなりふり構わずのパンチパンチの雨あられでありました伊藤。レスラーの場合重みのある一発というのがね、はい、今意地見せましたね、うん、まあ、バット吉永選手は上風強行を KO した時もね、逆転のバックハンドボール一発でしたからね、はい、やっぱレスラー鍛え方がね、違いますもんね、でも重みというものをこう効果的に一発入れればそれで終わるというケースもありますし、十分、はい、あとは最初はあの伊藤ね、なんかドロップキックで吹っ飛ばしたような多分あったんですよ。今回そういう幻惑する作戦もね、右の肺が入った、右の肺が側頭部を取られた。もっと効くやるかなという感じがね、はい、レガスしてないからまともに言ったらかなり強烈なんじゃないかと思うんですけど、伊藤薫選手のね効くを、伊藤はまあ投げでね相手のスタミナを抑えるしかないですね。柔道出身、先ほど前川選手はね空手出身ですから蹴りとかもスムーズにやってましたけれどもね、はい、伊藤薫選手の場合は思わぬ苦戦って感じですね、伊藤はね、はい、3分5ラウンド、今2ラウンドが終了。ここまでやはり石本の有効打目立っています。伊藤選手はこう口で呼吸しているような感じもちょっとありますし、そうですね、かなり口を上げて、苦しそうな、ちょっと今それで顔も腫れてきているような状況、無類のスタミナの選手ですからね、全場ウルトラスタミナ娘軍団の中でも特別超ウルトラね、はい、ハイパースタミナ娘なんで KO、はい、されることはないと思うんですけど、ただ勝ち目がね、そうどこにあるか、どこにどう攻めてこう崩していけばいいのかというのね、どのあたりに活路を見出すかというのが最大のことなんですけれども、まあそのあたりセコンドから指示も出てるんでしょうが、ラスト3、前を取ってローキックの打ち合いだ、まあ、石本はどちらかというとこのミドルキックを途中得意としている選手。おっと伊藤の右ロー、石本の右、伊藤右ロー、ロー、あと伊藤が何かもう何もかもこう金繰り捨てて向かっていくといったような、まあそんな姿勢であります。当たって砕けるですかね、まあ1ラウンド目はねどんな感じかというね、あの様子見みたいな感じで出ていったところが、あのかなりこの手強いぞという印象があったんでしょうか。
もう一気果敢に攻め込んでいくしかないというこの伊藤、またそういった指示も飛んだんでしょうか。しかしあんまり不用意に、ね、ガードを下げて前に出ていきますと危ないですよ。アバンツ全日本キックの、 あの女子の大会見に行ってね、はい、あと右ストレート、伊藤薫選手割と余裕の表情見せたんですけどね、その時石本はあまり精細のない試合だったんですよ。で伊藤とね、はい、2人で、まあ、目を見合わせまして、これはいけるというような感じがあったんですけど、ボディ、まあ、その後石本選手も石本ボディ、自信あるようなコメントが雑誌とか出てましてね、あと右ストレート、ちょっと顔面ちょっとガードが甘いぞ。伊藤薫選手の悔しさをちょっと一発爆発させてもらいたいなと、はい、かなり原始的な格闘法ですけれども、まあしかしそれしかないでしょう、まだ伊藤の方はこれといった決定的な有効打を奪えていません。あ、僕なんか個人的なあれで言うと、伊藤薫選手プロレスラーとしてもう一つね、壁に打ち破ってポッといけないところが今あったりなんかしてね、はい、普通にはいい試合やってるんですけれども、はい、でこの格闘技戦がいい刺激というか、ここで名を上げて、伊藤薫という名前はもっと目立たせるというような部分でも、はい、いい英語をマッチメイクというか、今の右でちょっとバランスを崩したか試合だったと思うんですけれどもね、いいところをぜひ見せてもらいたいですね。当然我々の狙いそこですからね、伊藤のこう伊藤薫自身の活性化というかね、こういう格闘の素養を持ってる選手だったんですから、その一つ原点に帰って、それを爆発させて、こう開花させて、アッパー、もうプロレスの方に行かせてもらいたいなという願いがあった。右ストレート、伊藤もローで返していく。やっぱりバットに変わる新格闘情報をね、伊藤が狙ってもらいたいですよね。しかしここまではちょっと石本優勢か。石本の左ローキック、コンビネーションがいい。そうなんですよ、コンビネーションなんですよね。やはり基本のコンビネーションがきっちり形として持ってるということですね、はい、石本文子選手はね。伊藤薫選手は、まあ、この試合もぶつけ本番は当然なんですけれども、はい、こう手足のバランスというかこう、そうですね、どう運んでいくかね、試合はね、もっと丸く動いたり、例えばロープのハモンドを使っちゃうなんてでもいいわけでしょ。いいじゃないですか。ただね、まあ、そこまで余裕がないというか、やっぱりこれ、ね、きつい練習耐えてきたというものを爆発してもらいたいですよね。なるほどね。いや、なんかこうぐるーっとこう回ったり、一回ロープ飛んだりとか、ロープ一回、まあ、そういう、あとフェイントモーションかけるとかですね、そういうことでもね、自分のこうペースというか、何か効果する、はい、和島浩一じゃないけど、カエル徳じゃないけど、まあ、そればっかりやれってわけじゃないですけどね、やっぱ余裕がないというないですね、やっぱりこう、はい、この試合ぶつけ本番当然のことなんですけれども、はい、相手と対峙した時にやっぱ相手の動きをまず見てしまって、相手がこう来るから自分を必死になってそれにこう対応していこうという部分で、はい、あのシーザー会長もなんか思わず20ですか、20言ってますか、はい、ちょっとタジタジ。ラウンド4、さああと2ラウンドです。お、今度は一気に行くか。お、伊藤の左のカウンターが当たったんですけれども、ひるまずで行く石本、ロープにクリンチ。このクリンチした時のボディーブローとか、あるいは膝蹴りとか、まあ、そういったテクニックをね、なんとか足を掴んでいった伊藤。伊藤選手とはそういうのはね、その実戦を何発もやらないとこう。そうですね。さあ右ロー、右ロー、右のローキック、そしてフットワーク、右のローからの、見事に払い腰であります。起きて、そう、ここでね、次はもうすぐすかさず自分が行くことですよ、いいですよね、はい。やっぱりどう攻めていいかっていうことはちょっと悩んでる。左フック、右アッパー、伊藤が今度はパンチで応戦していくんですけれども、まあ、そんなに無鉄砲にこう言ってもですね、先ほどの前川選手の時みたいな体格差とかもありませんですからね、はい、こう相手を押していくという形に持っていないですね。右左のフックが伊藤の顔面を捉えた。今度は石本が首投げのような形になってしまいました。前女対シュートボクシング格闘技戦第4ラウンドを迎えています。ここまではシュートボクシングクイーン石本文子、
圧倒的優位という試合展開であります。なんとか伊藤もプロレスラーの意地を見せてほしい。ロープに詰まったぞ。さあ前出る前出る伊藤。いや伊藤に一発逆転のね、はい、KO パンチ。あよく言うならジャーマンかなんかで ね、 そうですね。思いっきり投げ飛ばしてほしいですよね。このシュートボクシングマッチの中に意外なシーンを見たいんですけどね、はい、さっき一瞬バックドロップの体勢入ったんですけど ね、 まあやはりグローブでフックができないんでしょう。まあ首投げがやっとというぐらいの投げ技でここまでしか、ここまではまあそのぐらいの投げ技しかやってないんですけれども、お左ハイそして右のロー、この辺りのコンビネーションバランスは非常にいい。ワンツー、ちょっと両者疲れたか、共にパンチに精彩を欠く、石本もちょっとこのパンチのスピードなくなってきましたね。そうですね、そういう意味ではチャンスはあるんですよね、はい、さあ飛び込んできたの右、よく相手を見てもらいたい。伊藤から右アッパー、伊藤によく相手をこうやってきっと目を見開いて見てもらいたいですね、はい、もう一発でも逆転一発でも勝ちは勝ちなんですからね。もうやっぱり神風台バットの試合なんか見ててもそうでしたから、やっぱりちょっと失敗の部分が、バックハンドブローはうまくガードして、はい、おっと伊藤の右、今伊藤の右がかなり的確に当たったように見えましたが、あここでゴング、あのシュートボクシングですね、なんか投げのポイントとかあるらしいんですよ。そうですね、まあ、今回はないんですけども、そういうポイントが、ね、あればやっぱ結構伊藤がね、さっき一発にまだいいのあるんですけどね、マット中央で決まったのはありましたしね。おなんかこうクリンジの体勢からフロントスープレックスとか、はい、なんかそういうねドカーンというのが欲しいですけどね伊藤も、次は最終ラウンドですか、余裕はい、ここでなんとかねやってもらいたいですね、もうラッシュで、はい、有効点稼いでもらいたいですね、はい、ちょっと鼻でしょうか、やっぱ余裕ないですかね伊藤から選手ね、ご覧の表情、逆転の秘策はないんですかね、かなり肩で息をするようなシーンも見受けられます。まあ、かなりパンチもらってますからね、まあ、普通だったらもうあんだけもらえばもうねノックアウトっていうシーンなんでしょうけど、まあ、その辺はやはり無類のスタミナを誇りと伊藤ならでは鍛え方が違うぞという感じですけれども、まあ、ラストラウンド、マイケル、おっと伊藤の右、お今体を預けたがこれはどうなんでしょうか、胴体気味ですかね、はい、先行って攻めるしかないですね、そうそうそう、はい、あと左フックロー右、そうそう、もう出会い頭の一発でもいいですから本当、はい、これもう攻めなきゃ活路を見出せないです、もうこの試合はもう攻め方はね結局見せられら、見出せなかったっていう形、あとワンツーですけれどもね、わすごい打ち合いになった、すごい打ち合いになった、ここで首投げだ、払い腰、石本はあのスタンディングポジションに入るの早いですよね、はい、ダローキック、石本ロー、石本ロー、その形がきちっとこう身についてるんですよね、はい、これもう、その防御の姿勢から攻め、攻めから防御、はい、もう流れがもう、体もきちっと、ね、カラーでジャンプ当てていった、伊藤ワンツー、そしてそのまま首を抱えて、うん、イーブンという見方もできるかもしれないですよ、はい、そのポイントどこを見るかですよね、はい、前蹴り、石本はミドルロー、ローキックがなんか徐々に効いてきているようなそんな感じもいたします。接近戦から今ショートフックを伊藤が顎の先端に決めていって、払い腰、もちろん伊藤カロル選手も一方的に押されまくってるわけではないんですよね、はい、うん、投げはねポイントあればかなり入ってますよ、さあ右左そしてアッパー、おっと外フック、あっと今左右ストレート、危ない危ない、伊藤危ないぞ、ダメージというか食らってますからね、やっぱりこの面でポイント取られちゃうんですね、さあもう接近戦だ接近戦、顔が全体的に腫れてると思うんですよね、はい、ちゃんと目見開いてね見ないと、投げりから左のローキックが徐々に効いてきたか、おっと、うん、西本が投げに行こうというところ、しかしこれは体勢崩れた、この石川闘技戦3分結構長いなっていう伊藤選手、伊藤の試練ですよね、あ殴る殴る、もうなりふり構わず行くしかないか、伊藤石本クリンチで逃げていく、まあああやって前へ前へね、はい、ガンガン打っていけばそうそう簡単にカウンター食うことないですから、ね、どんどん行ってほしい、あ石本もなんですよ必死の形相になってきたぞ、あお互いおっと
右ストレート、右左ショート、ショートフック入ってますね、石本、おっと、ラケーン、今ついたか、今ちょっと足に来ましたか、石本ちょっと足がふらついたか、裏剣か、石本が今足がちょっとふらついている、うん、しかし、いや一瞬いいとこ行ったんですよ、バックハンドブロー、ですよね、ねはい、で石本選手も逆にバックハンドブローやり返しましたよね、はい、あでもちょっと石本今足来ましたね、うん、惜しい、足に来ましたよ、さあ行ってほしい、一発行け、あーここでゴング、いやもう何とも言えない試合ですね、どうでしょうこれ、前半はまあ圧倒的に石本、まあしかし4ラウンド5ラウンドかなりこれ伊藤持ち返してきましたから、ポイントどこに見るかですね、はい、いや最後あわやというのかなり伊藤もとっておきというか、バックハンドブローここって時に出していましたよね、まあさすがにスタミナは切れるという、まあスタミナは、ね、消耗しているだろうけれども、最後まで攻めては落ちなかったところは、まあ伊藤薫選手のこの試合の救いだったんですけどね、イーブンが どうですかね、まあ、願わくばイーブンになってもらいたい、はい、という部分はありますが、はい、さあ判定であります、でもお互い戦いね、あって5ラウンド終わって、はい、判定結果をいたします、ジャッジ原吉彦49対47石本、ジャッジエジミカヤマ49対47伊藤、レフリー村上50対48石本、判定結果2対1で石本文子選手の勝利でございます、ジャッジ2対1、まあいずれにしても2ポイント差、はい、まあ接戦であったことは間違いないわけですよね、そうですね、プロレスはね5ラウンド終わってからが勝負ですからねなるほどなるほど今大阪チームの会長さんもね、見事勝利を収めました、ガチルとね、本文子選手に勝利者賞が贈られます、勝利者賞はやっぱりシュートボクシングの名前を挙げる絶好のチャンスだったわけですよね、安西真一様よりトロフィーが贈られます、シュートボクシングでこの東京ドームで試合というのはね、なかなかできることじゃないですから、まあシュートボクシング石本文子ここにありというところをね、はい、今もう箔をつけたわけですよ、全国のプロレスファンにアピールしてあげるからね、しましてゲームメーカーヒューマン株式会社常務取締役、いや伊藤薫選手は悔しいでしょうね、中村義弘様より賞金が贈られます、悔しいというか屈辱というか、まさかという思ってる部分もあるでしょうし、まあこれを伊藤は一つのまあステップというか、そういったものにしてほしいですよね、また新たな展開というか、見事判定勝ちを収めました、石本文子選手、こちらの方に戻ってきてくれました、おめでとうございました、どうですか今このトロフィーを抱えて勝利者の名乗りを受けた気分は、すごい嬉しいです、途中ちょっとスタミナ切れかけたんで気合で行ったんですけど、向こうもやっぱりプロレスラーからね、なかなかがたいでかいし、やってみた印象としてはどうでした、伊藤選手は、予想通りは予想通りなんですけど、組んで投げが来るっていう、あとは蹴りを結構ねローキックですけど使ってきたんで、やっぱりそれなりに勉強してきたんだなと思いました、でもこの辺はシュートボクシングの意地を見せたっていう感じですね、なんか意地だけでまだまだ勉強するところがあります、そうですか、はい、しかしこの勝利は結構この自分の気持ちの中でも大きい一勝になるんじゃないですか、はい、自分もそうですけど、まあ、みんなが周りのみんながこう盛り立ててくれたんで、みんなで取ったと思います、はい、おめでとうございました、ありがとうございました、調整も最後の方にちょっと崩しちゃったんで、もう自分自身にも負けたって負けたままでは下がれないですね、今日は完全に負けてしまいました。